皆さんこんばんは。剣士の続きやっていきたいと思います。さあ見ていただけますでしょうか。放浪者の長靴のある場所を見ていただくとですね、おそらくですねお食事が済んでしまったんでしょうかね。靴だけが残っておりますと。ちょっとまあ食欲旺盛なんでね、こう見てくださいよ。もうこの子は大丈夫そうですけれどね、地獄を見たでしょうね。ああ、もうダメだ。ということでね。さあ、今日も元気に、モングレルへ突撃しましょう。もうすぐみんな食べちゃうから。もう、あがめてます。もうプリンスがね、お食事してますのでね。さあって、モングレルあと何人ぐらいでしょうね。64。だいぶ簡素になってきたけどね。とりあえずここやったし、ここもやったでしょ。こん中ちょっと怖いね。ここも襲ったしね。この中どうでしょうね。この中もやったかな、ある程度ね。さあ急いで。まだ外回りに何人かいるか。ファンデン・ホーエンハイト、バーのパトロン。こん中何もなかったんだよな、確かな。あれ、フォグマンが捕まってんな。同胞を助けに行こう。人はいないね。どうない、どうないか。はい。よし。ちょっと中何かあるか。ここは？うん。あんましないね。空か。ちょっとプリンスでここ助けようか。よし、じっくり行くぞ。さあ、解き放て。よし。よし、行った行った行った。高速で撤退中。さあ、行け。解き放て。よし。これで OK だな。福屋いたっけ？福屋も倒したんじゃない？銅とかない？銅。銅がないな。布地はいらないしな。ダメだな、どこも。ここは。ピッキング。スキル上げないとね。ちょっとずつね。外れ。あ、これは？ 9%。あ、その前にこれから行こうか。はい。いいよ。ちょっと時間かけててもいいから。はい。スキル上げてこう。いいね。27%。30% ぐらいまで頑張ってくれてもいいけどね。開いちゃったか。ああ、ベスト、ベスト、ベスト。ここら辺は1000で売れる、1000で売れる、1000で売れる、2000で売れる。670か。ちょっとな。じゃあ本命行こう。10%。荷物誰か持てる人いっかな。プリンス君は？あんまし持てないな。よし、開いたみたいだな。はい。ああ、鉄の棒か。いや、意外と売れるのもあるな。ちょっと誰かにあれだね。行きなさい。誰か来てないのいるかな。来てんね。君は。はい。君は。来てるね。君は。あれ、意外と来てるね。あら。マジで。そんな。あれ。そんな倒したっけ。あ、いた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 。ああ、そろそろちょっと荷物売りたいとこだよね。2000で売れるじゃん、ほらね。売れるもあるの、2000で売れちゃうわ。誰か持ってるのいる？おお、君持ってるじゃない。よし。次は、ここもやったんだっけ？ここやってねえか。こん中行こうか。おい。言いやがったぜ。
さあ行け、経験めったにしろ。よし、攻撃バック、誰か持てんのいるかい。君だ、キャットさんがでっけえの持ってんだよな。売りに行くときはキャットさんにまとめて渡しちゃおうかね。で、特に何かあるわけではないか。はい、ピッキングしていいよ。さて、で、倒したものは軒並みもう誘拐しておきましょう。よし、オッケー。上にもいる？なんか入ってんね。ああ、開脚か。開脚か。で、下は？キャットさんに持たそうか。はい。そうこうしてる間に。ここにもあるんだよな。はい。よし。ここやってもらってる間に。あまり大した値段で売れないね。売れんな。ああ、でも高品質の靴だけはちょっとあれかな。キャットさんの靴どう？あ、いいじゃない。こうしてればいいや。で、ここは？ああ、カバンがあるね。カバン持ってない面つきなさいよ。はい、みんなカバンを持つんだ。はい、寝袋は持ってもしょうがねえんだよな。よし、はい、カバン持って君もだ。よし、これでお肉系はスタックできますね。で、あとはこの中見てもらいましょう。キャットさん遅いもんね。どうしたの？はい。おっと、大バックか。靴か、659なんだよな。ないよりマシか。大バッグ誰かに持たそうか。この子のカバンと交換したいとこだね。はい、大バッグの方が入るでしょう。召使いさんよ。はいはいはい、売れるもんをこっちに入れてもらって、で、こうしようか。こうして、はい、入れて590、こう入れて、いいね、大体いいんじゃないでしょうか。さあ次どこ行く。ここもだな。叩くと言いながら侵入するからね。うわ、開けちまえ。いけ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 。侵入した。いけ！さあみんな一枚。おっと、こっち強そうじゃない？あれ？戦士がいる。マジか。よし、こっちやったな。ああ、バン、その大きいのいいな。誰かに持たしたいとこだね。誰かちょうどいいのいない。いねえな。あれ、誰かいないっけ？あれ？
持ってんの一人いるね。フラグメントアックスがいるか。これは対ロボットダメージなんだよな。フラグメントアックスは18キロ、ちょっと重いんだよな。こっちにしよう。こっちにしよう。あ、誰か持ってねえか。これ持ってない。え、持って。あれ、どこにいる。よりによって遠いな。はい。よし。で。よし。ここは。ああ、アーマーフェイスプレート。スケルトン治療キットがあるね。あれ。ズボンか。よし、シェクもやったね。まあまあ、これだけは、こうしとこう。よし。後悔するがいい。最後の晩餐になるのはどっちだったかな。どっか漁るようなとこある？生肉、ミートラップ。あとないね。生肉。銅がないんだな。しょうがない。で、何人引っかかってんの？俺。ここに一人引っかかってんのと？よし。よし。で、住居か。開ける。あー、住民が寝てるね。あー、ちょっと強いんじゃない。さあ行け、押し込め。ピッキング。これは飯持ってんじゃないの。いいね。鎧は特にいいや。はい。で、ピッキングして。よし。特にだな。はい。さて、あとご飯持ってるのが、あれ、もうあげちゃった。早いね。あー、ずれ。スタックできる。そう、スタックできる人に。あれ、野菜料理しかないじゃん。はい。キャットさん、グロック。グロック。生肉。倉庫場も売れるからな。これなんか入ってるかな。治療薬か。うん、こんなもんしかねえか。お、ここが鍵付きあるね。あ、それ、あー、どれ。よし、こんなもんか。さて、あとはどうよ。56、こん中とかもいいんじゃないの。うわ、入り込んじまえ。いけ。よし。いただきだぜ。野菜料理。生肉。どうせこん中大したもん入ってないんでしょ。研究の本があった。さあ、あとどこだ。バー行くか、そろそろ。うん、バーに来たぞ。行け。おっと、全部敵になった。リップス、あれ、白イク、ちょっと待て。白イク、あらら、話しかけられるじゃない。
一緒に行くのはどうだ。入った。賢明な判断だ。他は白井くぐらいかな、話しかけれたのは。さあフォグマへようこそ白井く。もう染まったよフォグマに。フォグマンに染まるとですね、まずやんなきゃいけないのは人の誘拐からですね。お、光のランタンがある。いいもん持ってんじゃねえの。白井くん、装備は十分か。そんなものでは不十分だ。靴もとりあえずこれにしときたまえ。まあキャットさんが靴、高品質なの持ってっからね。これ取引しちゃうか。うん、とりあえずこんなもんか。回復薬渡しとこう。はい、しまって。よし、どうだ。野菜料理。野菜料理。肉持って。ドライミート。丼飯。拾えない。生肉。あれ、拾えないだと。よし。俺も担いで、リップス誘拐。パトロン。よし、誘拐。こんなもんか。ああ、まだ倒れてんじゃない。はい、誘拐。さあ、どう？人口。だいぶ48まで減ったね。次、武器や襲撃行くか。開ける。いるか？いけ。よし。いただきだぜ。おっと、これちょっと強いんじゃない。ああ、ちょっと強めだ。死力を尽くせ。いけいけいけ。そこに3人いますね、ここ。さあ、めった打ちしろ。風で押せ。敵は柔らかい。そういけ。あ、一人倒れてんじゃない、これも。はい。もう倒れてんなら、いただきだぜ。さあ、一人、また一人と。倒れていく仲間たち。行き着く先は天国でしょうかね。地獄かな、この人たちからしたらね。うい。さあ、誘拐。それなりに減らしたけどな。あとどこだ。ここも入ってみるか。なし。ここまでだな。さあ、こうせこうせ。いいよ。これで一旦預けた方がいいかもな。どこだ。言いやがったな。先生ご意気。あ、しまった。あ、テックハンターだった。やっちまったな。敵対しちゃうかな。あ、
あ、やばい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 。一対一やってる場合じゃないよ。ネット打ちにしよう。あー、鉄管と敵対的になっちゃった。もういいか。しょうがねえな。やっちまったもんは。あれ、これ強くない？強いんだけど、この人。どうしちゃったのこれ、いつの間に？あれ、強いんだけど、これ。やばいな。ちょっとよ、欲をかきすぎたな、これ。思いのほかやるぞこいつで、やるんだけどね、82もあるからきついな。あー、めり込んだ。あー、もうね、穴開いちゃってね、お尻丸見えになっちゃってますけれどね。こいつ強いんだよな。早く倒さないとやばいぞこれ。うちの、あら、倒れていく、不自由にされていく。こっち危ねえから武器だけ奪っとこう。よし。よし。あれ倒した？おお、外国やったね。あら、いいもん持ってるじゃないの。どうしようか。持たしてあげようか。あら。いいもん持ってるじゃないの。ちょっと待ちなさいよ。白いく、君の装備を一新するべき時が来た。これだな。はい、これだ、これだ。よし、欲張りすぎた我々は。とりあえず担いといて。おっ、動き出した。あれ、あ、やべえな。朝になって動き出したか、明け方。それ困っちゃうな。よし、やばい、倒せ。やばい、結構倒れてんな。致命傷。頑張って。そういけ。一旦これ撤退しないとまずいな。こいつ倒したと撤退だな。はい。さあ、倒せ倒せ。いいよ。いけ、いいね、いいダメージ入ってる。よし、あーべ、動き出したな。早くそいつを倒せ、早く倒して帰るぞ。一旦帰らないとそろそろやばい。よし、やったか。よし、一旦帰ろう。ちょっとこれ以上限界だ。あれ？なんでまだいるじゃん。さっきので武器奪ってなかったんだな、きっと。あべ、後ろにもいる。いやー、厄介。よし。ちょっと待ってろ。武器だけ奪って。そいつやっちまえ。そいつもやって、よし。あー、危ないね。で、とりあえずこの子で。よし。あれ？また来たの？きりねえな。やばいぞ。負の連鎖が。やられることはないかもしれないけど、不自由な腕か。担がないといけないな。これ担がないといけないね。あれ、担げない。よし。
さあ行こう。倒れてんのが、これも倒れてんな。担げる人がちょっと担いでいくか。はい、募集して。もう敵対的になっちゃったから、もう買い物できないから意味ねえんだよな。ちょっと待って、誰か動けるし。 OK、 一旦帰ろう。どうだ、36まで削ったね。今日の成果にしてはいいんじゃないか。さて、あとはご飯ですよの時間なんでね。さて、連れてきたぞ。あれ、入れらんないの？あれないじゃない。入れといて。儀式の始まりだ。すげえ数になってんな。入るんじゃない。これか。よし。いろんなとこからきっと集まってきてんだろうな、これな。集めちゃったから。こうか。よし。あとは。この戦士もか。あ、これまだまだあるんじゃない。はい。おー、どん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 集まってくる。すごいね。崇拝しだしていっぱい。これもか。これも入れとくか。これは。はーい。こっちも入れといてね。これもか。さあ、皆の者集まるのじゃ。これは早々倒すのきついぜ。よし。これもだな。さあ、立っている？これもそうだな。よし。あがめよ。こんなもんかな。ここにもいるじゃない。よし。あ、まだいるね。なんだ、いっぱいいるな。これにも入れとくか。さあ、みんなおびき寄せろ。フォグマンたちを。お、ケビンこれ持ってんね。火薬だけいただいて。ここにも入れとくか。よし。こんなもんで大体いいんじゃない？よし。こちらもパーティーが始まってるからね。崇拝中であります。さて、あ、あったね、ここだね。さあ、とりあえず今回はここまででいっか。とりあえず次回までにですね、ここら辺を回復させといて、で、また、続きの方をね、やっていきたいと思います。ちょっとね、減ってるんでね。まあ、崇拝状態ということで、もうすごいとなってます。見てください。あーっと、フォグマもなんかやられてんね、これ。この子はただもう死を待つのみですね。死にかけた、こりゃ。あー、何かが起こったような跡がありますね。まだ死んでるのが救いか。あら、
こうなっちゃうわけですよ。腕も足もなくなって、頭部が、これ200いっちゃったら、まさかの、パッていなくなっちゃうんじゃないかな。はい、って感じでね、崇拝が終わりました。いやー、これは厄介ですよ。見てくださいよ、もう。こんな元気な状態でね、ほら。82あったこいつですら。まあ一応ね、この方の白雪さんのメガネあげたんですけれどね、おそらくメガネすらも残らず全部食べられてしまうんじゃないでしょうかというところなんですけれどね。まあそんな感じでね、モングレル、着実に減らしていっております。この調子でいけば、いずれ、この緑色みたいな感じでね、領地になるのも、近いんじゃないでしょうかというところで、とりあえず今回は収まっちゃってるよ。ここまでにしたいと思います。動かなくなっちゃったな、これ。これ後で救出しに行かないとやばいな。はい。ということで、また次回お楽しみに。さよなら。